ちは、石松ですと。ということで、今日はですね、ですね、今回はまあ簡単なんですけど、写真だけかな。この本ですね、前にも紹介したんですけど、まあ、この写真だけね、皆さんに見てもらいたいなと思って。うん、これはですね、あの成瀬さんという方、ヨガで有名な先生なんですけど、この先生、まあね、の若い頃っていうか写真ですね。実際問題これね、空中に上がってるんですよこれ。うん、まあいろいろなこと言う人がいて、例えばここの下にね、なんかこう飛び上がるようなあのこういう柔らかいものを置いといて、思いっきりここへ飛んで、で飛んだ時に結果不殺したんじゃないかとかね、いろいろ言う人がいるんですけどね。こういう写真ですけど、これもそうですよね。これは五反田にある先生のヨガ道場でやったということで、ビデオから撮ったキャプチャーしたものもあるし、っていうことなんですけど、実際問題この方を撮った人はいないんですよね、写真カメラマンでね。でもこれ実際問題これ上がってるんですよね、これここ空中。まあ、ヨガの経典、古い、まあ、佐保田先生 の訳された、経典の通りっていうか、それから自分なり工夫してあれやこれやってたら、まあ、空中に上がったよということで、これ実際問題空中に上がってるんですよね、これ。これまた違う時の写真ですけど、それで、まあ、空中に上がったことがここ書いてあるんですけど、まあこれね、これぐらい写真ね、これは下で写真撮ると思うので、で、これをどういうふうに解釈するかというと、私の場合はこれはまあどう見てもこれは空中で上がってっとるんですけど、例えばこれね、要するに瞬間的に足の力で上がったっていうには人間でこんなことできないので、昔某事件を起こしたところをやってたのとまるっきり違って、これは本当純粋にヨガの力で上がったと私は見てます、はい。それで、まあ、これは上上がった先生が降りてきた時にこう一瞬空中で姿がね、まあ、半透明になったよという、そういう写真です、これは。この本は私は大変貴重な本だと思ってるんですけど、なぜかというと、これ連続写真ですね、これ連続写真、結局何かというと、あれなんですよね、人間にはできるっていうことなんですよ、空中に浮かび上がることが。要するに、まあ、それは飛行機乗ったりヘリコプター乗ったりすれば上がるんですけど、それだけじゃなくってやっぱり上げることができると、ここのところが要するに、まあ、私みたいな変わった人間、変人気質と類と一般の人たちのこう分かれ道になりますね。分かれ道、二つに分かれるという道が、どっちが上か下か分かりませんけども分かれると。だってこれを言うと結構皆が馬鹿されるんですけど、まあ今回はこれをご紹介します、ね、よかったらこれも買ってください、ね、あるかな、ないかよくわからないけど、私はこの本の出会い大変衝撃を受けました。では富さん、次回お会いしましょう。